バッサーファル遠隔操縦式地対空ロケットは第二次世界大戦中にドイツのペーネミュンデで開発された地対空誘導ミサイルである。バッサーファルの意味は滝。基本的に V2 ロケットの地対空型として開発され、両者は基礎的なレイアウトと形状を共有している。このミサイルは攻撃に来た爆撃機が飛来する高度に到達できさえすればよく、 また、それらを破壊するにはもっと小さな弾頭で必要、十分とされた。そこで、V2 よりも、非常に小さな、約4分の1のサイズで弾頭が製作されることとなった。また、バッサーファールには、より高い運動能力を与えるために、胴体中央部に4枚のフィンが追加された。V2 とは異なり、バッサーファールは最高で1ヶ月間。 発射準備完了状態で待機し、命令一家で即発射できるよう設計されているため、V2 で使われる、揮発性の液体酸素は、不適当だった。V2 のオフェン B、エンジンでは18機の推進剤の噴射装置が、燃焼室の長部に備えられていたが、同心炎上に配置された、噴射装置に置き換え、ケロシンと酸化剤として、 常温での保存が可能な硝酸を推進剤として使用するオフェンシーエンジンを搭載する A8 a の計画が進められたが中止されその成果がバッサーファルに取り入れられた新型エンジンの設計にあたりバルターティール博士が開発したビソルト SV ストーフまたは94%の硝酸にセン6%の4酸化に窒素を混合した赤炎硝酸がベースとなった ビソルは石炭液化の副産物で液体燃料が逼迫していた当時でも入手が比較的容易だった。窒素ガスのタンクから燃料タンクが加圧され加圧供給によりこの時降着火性推進剤は燃焼室へと圧入され今後燃焼される。ベスビウスというコードネームが付けられたロケット基地からバッサーファルは発射されることとなっていた。この基地は 発射時の事故で発生する、自己着火性の燃料の漏えいに対する耐性を有していた。アメリカ空軍が作成したバッサーファルの構造図誘導は、昼間目標に対する使用のため、単純な無線制御のマクローズ方式であることとされた。しかし、夜間使用においては、目標もミサイルも、簡単には見えず、相当に困難だった。 ラインラントとして知られた新システムはこの任務のためのものだったが、未だ開発途上だった。ラインラントは、レーダーユニットを目標操作のために使用し、また、ミサイル内部のトランスポンダーは飛行中に探知を行い、地上の無線方向探知機で誘導される。カニなアナログコンピュータは、ミサイル発射後に、可能な限り早く操作用のレーダービームの中へと、玉体を誘導し、 トランスポンダは、その探知に用いられる。どちらの位置も、いては単一のディスプレイでこれら両方を、起点として見ることができ、また、ミサイルを、日中のように目標まで誘導することが可能になった。発射フェーズ中の操縦は、液体燃料ロケットなので加速が緩慢で、安定翼が機能する速度に達するまでは、不安定な飛行で燃焼室からの排気流の中へ、 愛された4枚の黒煙性の水力変更米園により行われ、また一旦高速の待機速度に達した時には、ロケットの交尾に装着された4枚の尾翼の空力打面により操舵する。指令は HS293 誘導爆弾を操縦するのに用いられたケール・シュトラースブルグジョイスティックシステムの改良系を使用することでミサイルへ送られる。 このシステムは地中海において連合国の感染に対し幾度か重要な成功を収めた。原型の計画では 100kg の弾頭を必要としていたが誘導の精密さに対する懸念のため液体爆発物をベースとした 306kg の質量を持つもっと巨大なものと交換された。この考えでは敵爆撃機の流れの中に大きくて 効果的な爆風地帯を生み出すこととしていた。配備された核ミサイルは数機の爆撃機を撃墜し得ると想像された。昼間使用のため、いては遠隔操作によって弾頭を爆発させ敵機を撃墜することが想定されていた。概念的な設計は1941年から開始され、 最終的な使用は1942年11月2日に決定された。最初のモデルは1943年3月に試験された。しかし、1943年8月に実施されたハイドラ作戦により、ペーネミュンデが爆撃され、バルターティール博士が亡くなったことで、開発計画は大幅に後退した。さらに、追い打ちをかけるように、 1944年1月8日の発射は失敗した。これはフィッツリンクエンジンがつけられ、アオン速の速度で高度7トルにミサイルを打ち上げるものだった。続く2月の発射は垂直飛行において秒速7 7 0ルの速度に達する成功を見た。3月8日には第3の試作ミサイルが最初の発射成功を迎えた。 この後、3機のバッサーファルの試験発射が1944年6月末までに完了した。1945年2月17日、ペーネミュンデが撤退により空になる頃には35機のバッサーファルの試験発射が完了していた。スウェーデンで計画されたバッサーファールの無線誘導方式を使用した V2 であるバックエボ、ロケットは、 1944年6月13日に墜落した。アルベルト・シュペアとカール・クラウフによれば、バッサー・ファルは、連合軍の爆撃機変態を撃破し得た。防御用兵器であり、攻撃用兵器でないことから、バッサー・ファルは、アドルフ・ヒトラーへの訴求を書いたとも言われる。しかし、同時に他では、より非効率な兵器が、例としては、 メッサー・シュミット目163のようなものが研究されていた。この計画は初期段階においてほとんど支持を集めなかった。1943年前半に連合軍の戦略爆撃構成がすでに始まった時からバッサー・ファルを運用可能とするために必要だった資源の大部分は攻撃的性格を持つ V2 ロケット計画へ流れた。2DISDAY IAM コンビンスのザットサブスタンシャルデプロイメントオブバザーファルフロムザスプリングオブ1944オンワードトゥゲザーウィズアンアンコンプロマイジングユーズオブザジェットファイターズアズエアディフェンスインターセプターズウッドハブエッセンシャリーストールドザライドストラテジックボミングオフェンシブアゲンストアワーインダストリーウィウッドハブウェルビーンエーブルトゥドゥザットアフターオール We Managed to manufacture 900 v 2 Manufacture 900V2 Rockets パーマンスワットエレータータイムウェンリソーシズアオールレディマッチモアリミテッド今日では私は1944年春からの相当数のバッサーファルの配備と防空用迎撃機としてのジェット戦闘機の妥協のない運用こそが我が国の工業に対する連合軍の 戦略爆撃構成を根本的に阻止し得たであろうことを確信している。我々には明らかにそれが可能だった。結局、その時にはすでに資源がよりずっと限られていた。後の時点で我々は毎月900機の V2 ロケットの生産を行っていた。回顧録からアルベルト・シュペア・バッサー・ファルは実戦では活躍しなかったが、 死体空ミサイルの基礎となる機能を備えており、戦後は連合国に持ち替えられ、詳細に至るまで調査された。ソビエトに持ち替えられたバッサーファルは、スカッドミサイルの開発に影響を与えたとする意見も、ある。中でも、オフェンシーと呼ばれた、V2 では、不採用だった、同心炎上に阻止が配置された、推進剤噴射装置は、 レッドストーンロケットや RD-107 など、後の大半のロケットエンジンに影響を与えた。ありがとうございます。